Ladies and gentlemen, today's teacher is Japanese kabuki actor Hanazaimon Nakamuraya number 9! Nakamura! Thank you very much! 外国人のための歌舞伎講座講師を務めます歌舞伎俳優のKudaimon Nakamuraya Hanazaimon No.9 でございます。皆さんありがとう。日本語を勉強している学生さんだそうですので、今回も日本語で。ファッキンジャンプくらいわかるよ。日本語でやりますよ。ナブルチルワ、シャラポワ、チクビピン、信じられない。ヒルマン。はい。前回はね。歌舞伎とガンダムの違いについて勉強しました。アムロやシャアが出てくるのが歌舞伎ガンダムです。そうだガンダム。親父にも豚らた。ガンダム。親父にも豚にも負けず。親父にも豚にもファイティングにも。外国人がガンダムが好きなのよくわかった。でもね、今日は忘れよう。私、私ガンダムじゃないしね。ね、皆さん、歌舞伎の勉強はしましょうや。歌舞伎は日本の伝統芸能ですが、その起源は出雲の奥にという女性が踊った舞であると。はい、ウィキペディアで調べましたけど。ウィキペディア、ウィキさん。そして、今から400。徳光さんじゃないからね、私はね。そして今、違うんだよ。そして今から400年前、元禄歌舞伎という現在の歌舞伎の基礎ができました。その花形役者が。氷川きよし、ウィキさん、イコさん、ミキ安川。あんたら本当に外国人かい？え、だって日本のさ芸能界に詳しすぎないかいそれ？おすぎ？違う。USA。日本。やめよう授業中だやめよう。日本のことを学びに来たんだなあんたら。そう歌舞伎18番を作った人だよ。歌舞伎18。ヒントあげようか。名字はね。市川團十郎だよ。初代市川團十郎。屋号は。いや、違うんですね。成田屋です。ナタリー。お笑いナタリー。違う。成田美紀よ。ナタリー空港。ラジバンダリー。成田屋の看板を現在背負っているのが。杉ちゃん。違う。市川海老蔵さんです。おいいね。セブンナップ。違う。おい、スムージー。おい、オランジーナ。お茶だ。もう一杯。ワイルドだろねえ、あんたたちさ。スギちゃん。違う。本当に。おい、本当に歌舞伎の勉強しに来たのかあんた。したいかい？じゃあさ。バーニャカウダ。違うな。だったらさ、いい機会だから教えてあげる。今やってるその掛け声ね。そう。中村。岡本太郎。プラチマクラスター。大向こうって言うんです。そういう掛け声を。なんでか知ってるかい？昔ね、目の肥えた芝居通の客は大体3階席の正面に座った人だそうです。その席のことを大向こうって言うんですね。いい役者っていうのは大向こうをうならせるってね。そこから転じて芝居通が自分のひいきにしている役者の屋号を叫ぶことを大向こうと呼ぶように。寝てるやつがいるよ。ウィキペディアにはもっと詳しく書いてあるよ。例えば松本幸四郎兄さんの屋号はパンテリン。高麗屋だバカ。市川猿之助さんはソルマ。澤瀉屋だ。市川染五郎さんはパンテリンジュニア。高麗屋だよ。じゃあ中村獅童は酒癖悪い。絡み酒バカ。暴れん坊。裸バカ。めんどくさい。レマンティうるさい。よろずや。よろずやだ。気が済んだかい？要するにね、私何が言いたいかっていうと、間が大事なんです。バカ。のべつ叫んでりゃいいってもんじゃない。ここぞという絶妙なまで声がかかると信じられない。ヒルマン気合が入るんだ。いいまで入ると役者が気合入る。今みたいなと気合入んないよ。いいかい？元気ですか？元気です。芝居に魂が入る。つまりいい大向こうになるためには芝居を知らなくちゃいけません。メカゴジラ、メカゴジラになっちゃったけどね。ジオングガンダムというわけで、今回の授業はこれまでです。次回の授業です、古典歌舞伎白波五人男から浜松や弁天小僧の場を使って授業いたします。お台場のガンダム。